曜日です。ということで、今回なんですけど、今回はね、傘の、強い使い方だったり、まあ、おすすめのムーブを教えていきたいと思います。で、傘ね、めちゃくちゃ過小評価されてて、この武器弱いって思ってる人、すげー多いと思うんですけど、この武器ね、めちゃくちゃ強いです。普通に使えれば最強クラスで強いんで、ぜひともね、その使い方っていうのを、皆さんに知ってもらいたいなと思って動画にしました。で、この武器なんだけど、このゲームで唯一パリーができる武器でね、こうやって。で、これがまあ特徴的なんだけど、まあそのパリーがまあ難しすぎると。まあ確かにね、判定が死ぬほどこれ厳しいんだよね。だからまあ難しいことはそれはそうなんだけど、ただ、意外とね、勘違いしてる人が多いのが、パリーしまくらないとダメージが出ないって思ってる人が多くて、なんでかっていうと、その左下のゲージが3段階まであって、パリーすることによってゲージが溜まるのよね。だからパリーしまくらないとゲージが維持できなくて大変だ。だからそれ維持できないから弱いっていう人が多いんですけど、これね、実はね、パリーってそこまでする必要なくて。で、まあ、それなんでかっていうと、その理由を今から説明するんですけど、まあ、もちろんね、できるんだったらパリー連発した方がそれはいいんだけどね。難しいから。どうするかっていうと、まあ、ゲージの溜め方なんだけど、普通に通常攻撃打つと、ほら、これ初期武器なんだけどね。ほら見て、全然溜まっていかないでしょ、ゲージ。もうなんか溜まってんのかわかんないみたいなさ、本当にミリしか、動かないんですよね。なんで、どうやって貯めるかっていうと、まあ、パリーをするっていうのはもちろんそうなんだけど、それ以外に、パリーからの、通常攻撃、四角ボタンに派生させると、すげえ一気に溜まるんですよね。こうやって。ほら。めっちゃ溜まったのわかる。もう通常攻撃とは比べ物にならないぐらい溜まったでしょ。そうそうそう。だから、パリー自体を成功させなくても、こっちの、これを当てれば結構溜まります。あとは、箱利用してね、こっちでこうやって当てたりとか。これでもほら、見て、めっちゃ溜まるでしょ。だから、からくりを利用する、もしくは、パリーからの攻撃で結構貯めることができます。ただ、もちろんね、もちろんできるならパリーは狙った方がいいよ、そりゃ、行くよ。こんな感じで。パリーは狙った方がいいんだけど、ほら、一気に溜まったでしょ。狙った方がいいんだけど、まあ、それが難しいんだったら、それ以外の方法もありますよって言って、隙があるとか、この攻撃だったらパリーできそうっていうタイミングでパリーを狙うっていう、感じでも全然いいです。はい。全部を全部パリしな、しようって思わなくても全然大丈夫です。っていう感じです。で、じゃあ、とはいえね、それで貯めれるとは言っても、3段階目までのゲージまでどうやって持ってくねんって思う人いると思うんだけど、これね、1段階目まで、こうやって行くよ。こうやって、貯めさえすれば、はい。見た今。一気に溜まるのよね。これ今何をやったかっていうと、ゲージが1段階目まで上がった後に、そのまま、パリーからの四角をこう連打すると、傘を投げるモーションに派生するんだよ。行くよ、もう一回。今1段階目でね。これで、こうやって、はい、はい。ゲージ見ててね。あ、ごめん。なんか派生しなかった。もう一回。はい。ほらほらほら、すっげえ溜まったでしょ。これだからパリしなくてもね、ゲージはね、すげえ溜まります。はい。で、あ、でもね、ゲージ減ってくのは早いんだけどね。だから減らないようになるべくこう通常攻撃を織り混ぜるっていう感じです。で、ゲージが3段階目まで行った時に、もう一回パリからのこの傘の派生、これ四角ボタンを押してるだけで簡単に派生するんだけど、これがすっげえもう見たらわかると思うんだけど、とんでもねえダメージ出てるんで、これ連発してれば大体の敵はもう瞬殺できます。はい。これめちゃくちゃ強いです。はい。傘投げてる時って。ちなみになんだけど、これ傘投げてる時にパリできるんかいっていう話なんだけど、できますか？この時でも、投げてる時でも、はい。パリでキャンセルできるんで、まあ、そこら辺も心配なくっていう感じです。ただ、パリ自体のスタミナの消費が半端ないから、あんまりこればっか連発してると、やばいやばい、スタミナなくなっちゃうみたいにはなるんで、そこら辺はちょっと注意が必要ではあるんですけど、でもスタミナないからもうパリできないみたいなね。だったらちょっとまずいんで、まあ、それは、一応考えながらっていう感じではあるんですけど、まあこんな感じで立ち回っていけばね、傘めちゃくちゃ強いんで、で、ぜひともね、使ってみてはどうでしょうかっていう、感じになります。で、あとは詳しい話はね、実践で紹介していきたいと思うんで、よかったら見てください。それではどうぞ。はい、ということで、傘のね、実践やっていきたいと思います。で、一応ま、初期武器でね、分かりやすいように初期武器で挑戦していきたいと思います。で、一応傘ね、強化していくと、スキルでね、なんだっけ、パリーの時間延長とかも、ゲットできるんで、はい、パリーして。方向はね、なるべくパリーした方がいいです。まあ、難しいとは思うんだけどね。難しいとは思うんだけど、狙えたら、ほとんどノーリスクで、パリできるんで。はい。で、あとは、いきます。この状態で、パリからの、
このコンボバーってやると一気に貯めることができるんで、こんな感じで貯めていきます。はい、パリー失敗まあ、パリーは難しいんで、まあ、こんな感じでね、慣れてても失敗はしますよっていう。だけど重要なのはね、このこのなんだっけ、傘ぶん投げ、これが強いんで、これをどんだけ当てれるかみたいなところはあります。はい、はい、パリーで、パリーからのモーションの派生は、あの成功した後の派生っていうのは四角ボタンと三角ボタンで両方2種類派生があるんだけど、基本的には三角のあの突進の方の派生の方がおすすめ。なんでかっていうと、パリーした後めちゃくちゃなんか自分がなんか後ろにノックバックして、あの距離離れちゃうんで、三角で一気に距離詰めると強いっていうぐらいかな、まあ理由としては。ただ四角の方がね、多分ダメージが上なんで、まあまあそこまでなんかこだわる必要はなくて、敵が近くて当たりそうだったら四角、距離が離れてたりするんだったら三角みたいな、感じです。あとあれもあるわ。敵の攻撃がさ、例えば1回じゃなくて2回3回って連撃してくるときとかって、最初の初段でパリしちゃうと2回目3回目ってパリ連続でできないじゃん。だから適当に四角の方、モーション早いからあっちの方で様子見して、次の攻撃に備えるみたいなね、感じにした方がいいと思います。こんな感じで、ね、慣れるとね、パリ自体もそこまで難しくないんですよ。まあ難しいか、ごめん、難しいは難しいんだけど、まあまあまあ慣れが全てみたいなねところです。まあ慣れちゃえば強いよっていう感じですね。まあ慣れれば強いっていうのは、結局それは強いと言えるのかっていうね、疑問でもあるんだけど、まあでも、まあでも強いから、うん、強いことには強いから。まあこんな感じでパリ決めてれば気持ちいいし、強いし、まあかっこいいし、いいことしかないんでね。なにいやーマジか。ああいう大技はね、あんまりパリー狙わなくても、あの、被弾した時のリスクでかいから、おとなしく、あの、初とか、で、に、ちょっと喋りながら、喋りながらやる傘むず、めちゃめちゃむず、集中がなんか、やばい、集中がね、ちょっと、ごめんなさいね。はい。あとは、3段階目ゲージが、溜まったらもうこれを連発していけば、基本的には、大丈夫です。はい。こんな感じでね。はい。スタミナだけ気をつけてね。ダウン中とかはまあ大丈夫なんだけど、で、ハツとかで適当にスタミナ、そう。カラクリ使うとスタミナ回復するんで、まあ、こんな感じで、やっていくといいかなって思います。喋りながらの傘むず。まあ、でも、なんとなく言いたいことは言えたんで、まあ、分かってくれたら、理解してくれたら嬉しいかなっていう感じです。よかったら参考にしてみてください。何分だった？ 2 分40秒。めちゃくちゃ早いね。はい。そんな感じです。お疲れ、ビーボ。あと一つ言い忘れたんですけど、パリの受付時間を 75% まで最大延長できる、まあ、スキルというか、そういった傘も存在してるんで、もしパリとか苦手な人でもね、そういうスキル取ればやりやすくなると思うんで、よかったら参考にしてみてください。